ウェイト調整してみようと思います。アクティブの生レシーブ1ミリ、まあ薄い方がいいのかもしれないけど1ミリもう大雑把に大雑把にその時々で雰囲気で鉛なんでね、まあ、カットするのも金切りバサミがベストかなと。まずはね、顎下に貼ってみようと思います。適当に切って適当に貼ったんですけど、サスペンドになりました。前傾姿勢は大きく変わりません。まあ1ミリの、まあ、これぐらいのサイズだったらね、あんまり変わらないですね。しゃがんがでかいですから。まあぼちぼち頭が下がったんですけど、すごい巻いてる感出ますね。で、頭の振りが小さくなりました。ちょっと個人的には寂しいS が小さくなりましたね。やっぱり頭に重り張ると S が小さくなる。縦幅も横幅も S が小さくなりました。あ、でもすげえ巻いてる感ある。好み的には何も貼らない方が好きだな。でもしっかり巻いてる感がある方がいい人はね、多分こっちの方がいいんでしょうね。アクション的にはちょっと小さくなったんで、ってところはあるんですけど、ただこっちの方が飛ばしやすい、飛ばしやすいけど頭が重いから、なんかこうちょっとレスポンスが下がった感じがする。リーディングに対しての反応がちょっと悪いかな。水かみはいいんだけど、水を受けてグイっていく感じ。前のはなんかパンパンパンなんだけど、まあ、こっちの方がなんか巻き感があるんで、ゆっくり巻いてるっていう実感がある。まあ S も小さくなってるから、より移動距離も抑えれるし、まあ、こっちの方がゆっくり巻けるでしょうね。ウェイト貼るだけでルアーの動きがめっちゃ変わる。熱いな、おい。熱い。たまらん熱い。たまらんぐらい熱い。前は何だったの？前あんな寒かったろ。本当に服装間違えた。ボディチューン後はなんかこっちウェイトを頭に貼った方がロールが出とるな。不思議じゃな。ノーマルだと頭に貼ったらロール抑えれるのに、なんかボディチューン後のやつだと頭に重り張った方がロールが出るんだけど、バランスって難しすぎるな。何が欲しいかよな。夏やな。まあこういう風にちゃんと細かくこうさ泳いでくれたらさ、なあ、もうこれなら使えるだろ。うん、使える。
前のはちょっとどうしようかなって思う。うん、これはみんな使いやすい感じ。トゥイッチでも使えるようになった。トゥイッチ前できんかったゲーな。トゥイッチもできる。めっちゃ飛ぶがトゥイッチで。トゥイッチでめっちゃ飛ぶ。ああ。トゥイッチでめっちゃ飛ぶ。これ真横にすげえ飛ぶもんな。なんなら逆に戻っていきよる。まあでもトップと一緒じゃな、構造はやっぱりターンが激しいのと同じというか、頭がちょっと重たいとで可動域があると、なんかこう稼働しやすいと、なんかこうマジかよ、熱暴走しょるやん GoPro さん。困るな、撮影にすごい支障をきたす。まあ、とりあえずトゥイッチでめちゃ真横にググンって行ったりとか、もうそれ以上にもう戻ってあるとか、定常円みたいな感じになってしまいます。ウェイトのバランス次第では定常円みたいにグルンとなる、トップのねテーブルターンみたいに。もうGoProが熱暴走して撮影に支障が。まあとにかくテーブルターンみたいにね、定常円を、まあ、車でいうところのドリフトでいうところの定常円みたいなのね、グルングルンってなりますね。まあちょっと、まあトップウォーターのグアとほとんどやっぱ変わらないな。まあビッグベイトは僕トップウォーターと変わらない感じで結構好き。まあ僕はトップウォーターがすごい好きだったんでトップウォーターばかり使ってましたが、ビッグベイトもどんどん使う比率が高まっていってる。まあ、YouTube 始めてからはまあそれだと取れ高がないなと思ったりして使ってなかったですが、あまり。すごい飛ぶな、すっごい飛ぶ。もう尺腕が尺腕じゃないみたいな。本当にオベツルタックル交換中。翔くんのね、まあマニアの多いエアーエッジと、まあ、廃盤になるって言った時にね、結構ねいろいろ皆さん慌てたね、エアーエッジですよ。まあとても気持ちいいですよね。19年モデルのあんたですわ。っていうかカバースキャットってどうやって使うの？ずっとるぶき？使ったことが全然ないんだけど、まあもらったけちょこっと投げたけど、あでもなんかゆっくり巻いてもなんか変な動きするな、フラ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 って。ラストフィールもいいけど、やっぱりなんかこのマイク感じがいいな。よく飛ぶ。うん。すげえ動かしやすくなっちゃう。だろう。これが釣れる気がするわ。うんうん。わ、それはあの、うん。それはまたあの島のリール、ダイワリール論争につながるようなチューニングだけど。まあ何してもね、もう最高のフィーリングのタック。はい、ありがとう。この前もバイトあったけえな、うん、食い上げてくるのが見えた。食い上げるっていうか、なんていうかな、まあ、襲っとる感じやけど、うん、
だって小さいとさ、肺のない部分が多い。40は欲しいよな、うん、これに針でかけようと思ったら。で、尺腕がただ何もないところに泳いでるだけなのに、この汚れっぷり。なんかすげえ汚れる。これやべえ。これルアーに色つきそうなレベル。ほったらかしたら。もうラインも色がもうブロンズ系になった。ここまで？なんだかんだでアクションつけるよりただ巻いとる時の方が、横からパコーンと来て尺腕がこうドーンって横に移動するのが、うん、多いわ。アクションつけたくなるんだけど。S でこうゆっくり巻いとる方がいいのかな。なんだろう、クラッシュダイもそうじゃけど、なんかこう反応するやつが、ピノアップした動画ではなんかあの首振らせまくったりしとるけどさ、なんか巻いとるだけの方が反応するんだけど、なんなんだろう。もう前はなんか首振っときゃとりあえずなんかこうバスがこうチェイスしてきたりするけど、チェイスからバイトに持ち込めれんし、ただゆっくり巻いときはなんか見つけた瞬間にいきなり襲ってくるがあるけ、なんかそっちの方が反応がいい。不思議、テクニックがなさすぎていらんことせん方が反応がいいってやつかな。俺の前これカメラでなんかあの尺腕は映るんだけど、魚がバイトしょんのとかが映らんのよな。結構クリアでもバスが馴染みすぎてからなんか映像ではっきりせんのよな。まあ、昨日プチ飛びさんのやつ175のサイキラー、ただ巻いとるだけの状態で横からパコーンって来とるのも、ルアーが赤い石で大きい毛目立つ毛、こう横に飛ばされとるのが映っとるけど、バスの姿が見えん。そうそうそう、ヒットしとるより見えねえっていう。バイトシーンなの。来るたびにね、まあゴミが増えてるわけですが、ダメですよ。まあこうやって直接、今のご時世だったら触らない方がいいと思うんですけど、後でね、消毒しときます。釣れとるやん、うん、エビ。すげえな。うん、釣れたぞ。これすげえわ。ほら、エビが坊主がなくなったな。テナがおる、テナが。テナがの赤ちゃん。ほら、エビがおるっていうことが分かった。うん、そういうことは、まあ、豊富や。うん、栄養たっぷり。うん、